今日のクソ G の YouTube チャンネルのコメント返しです。大黒摩季さんのコーラスについて覚えていらっしゃることはありますかと。大黒さん自伝の方にデビュー前のこととか書いてますよね。コーラスの取っ払いの仕事のこととか。ああ、そんなの書いてるんだ。なんか問題になりましたよね。なんかね、アイドルのバックのなんかコーラスやらされてどうのこうのみたいなので、なんか謝罪したみたいなね。なんか10年ぐらい前だっけ、なんかありましたよね。で、大黒摩季さんのコーラス、なんかやったっていうかね、僕がアレンジしたりディレクションとかして、それでやってもらったことは何回かあったし、デビュー前とかデビュー後とかなんか飲みに行ったりとかもうよくしてて、まあ結構仲良かったです。だからなんだっけな、大学に教えに来てくんないかとかって言って、その話とかをするのに一緒に飲みに行った。違うな、それは電話で言ったんだな。なんか、なんかそれで、そこで会ったのが最後だから、きっと10年ぐらい前かな、会ったのが最後にかな。話したのはそれぐらいで、今なんかちょっとやる余裕ないんだみたいな、そんな感じ。コーラスについて覚えてるってね、もう細かい、誰のやつでやったとか、なんか細かいことはなんか全然覚えてないですけども、そんな感じですね。コーラスの取っ払いの仕事とかって、取っ払いっていうのはね、まあ取っ払いって言葉をご存じない方に説明しますとですね、仕事をした時に、その日のその終わった時に現金でもらえるっていうのが取っ払いってやつなんですけども、基本的にはその音楽業界で仕事をした時っていうのは、請求書を出して郵送して、まあ今だとメールだと思いますけども、でそれで請求書を出して、でそれを受け付けたところで、そこの事務所っていうか制作会社とか、そういうふうなところが、25日締めの翌月払いとかね、1日締めの翌月払いとかね、これやばいんですよ、実は。一番なんか遠くなっちゃうパターンなんですけども。で、基本的にはだから、取っ払いとかってなんかなかった。ここの事務所はね、なんか取っ払いとかってなかったような、外部のスタジオミュージシャンとかだと取っ払いだったんですけども、まあ彼女の場合はだからなんか、バッドオーディションってやつ、ビーイングのオーディションとかでなんか見つけ出されて、で、それでいろいろコーラスをやってもらったっていう、そういう経緯があるんですよね。で、そうすると事務所関係とかだから、何なんですかね。でもなんか別の事務所に入ってたのかな、なんか。だから取っ払いだったのかな、なんかよくわかんないや。もしかしたら取っ払いだったのかもしれない。基本的にはね、ビーイングのその所属の人間とか、だから僕のアレンジ料とか、そういうのは全部だから請求書出して翌月払いみたいな、そんななんか極悪に時間がかかるみたいな、そういうものでは全然なかったんですけども、そんな感じですね。だから取っ払いの仕事とかだとそういう感じですかね。基本的にはデビューさせようとしている人たちにはまずはコーラスの仕事をさせると、その分だから経済的にも援助できるし、でそのリズムだったりとか音程だったりとか、そういう風なものがやっぱりすごくシビアに要求されるん で、そうするとそれでだんだんこう歌が上手くなるというか、まあコーラスが上手くなる、まあそうするとメインボーカルとかまあピッチ良くなったりとか、リズムが良くなったりとか、まあそれがだからいいかどうかわかんないですけどもね、良くなったからっていいのかどうかっていうのは音楽には正解はないんで、それはもうだからアップしてみてどっちが伸びるかって話なんで、なんか自由に歌ってた方が、まあ俗にだから下手な方がいいとか、なんかいろいろそれはあるじゃないですか。なんで僕はだからそれをもうどっちでもいいと思うんですけども、まあ当時はだからそんな感じ。まあ特にその事務所の方針として、やっぱその辺のリズムとかピッチとかのクオリティっていうのを普通よりも、まあ当時の音楽業界の水準よりもはるかに細かいところまでなんかやるっていうところ、そこまでこだわるっていうのもその事務所の方針だったんで、なんでそういう風なところで上手くなる。まあだから稲葉さんとかもそうやっていろいろ、いろいろってことはないんだけども、コーラスの仕事とかをやったりしたことはあります。はい、僕はそれをだからディレクションした時とか、一緒にレコーディング立ち会った時もあります。そんな感じですね、大黒摩季さんのコーラスに関しては。はい、はい、ありがとうございます。